美味しそう。なんかね、これはみんなアイス食べてんの。うん、え？何？美味しい。有名なの。まだみんな食べてるよ。みんな食べてる。みんな食べてる。だけどあそこで買って、多分隣なんだな。マンゴーある。おお。ちょっと一個買って半分こする？します。うん。食券買えそうだったら買いましょう。うん。理解できなかったらやめましょう。軍隊とカニ級でカニ級わかんない、そう、わかんない、漢字読めないけど漢字読めないけど、これじゃないですか。あ、それだ、2段が35、だから2種類選べるんだ。なんか安牌なものを選んだ方がいいのか、冒険した方がいいのか。いやでもな、桃井さんがさっき言ってた食の冒険は嫌いだって。安牌でいきましょう。安牌で力を蓄えて、さあ冒険に出ようって言うんだって言ってた。なるほど。あとは変えるのかどうか。変えるのかどうか。理解できるのかどうか。できるのかどうか。これは金額を入れる。チェック。え、何？あ、入れろって。入れろ。感じる。当てる？吸い込まれてきた。おお。え？おお。オッケー。どこまで出てきてる今？ああ、こんなところ。え？これは取らなくていいんだよね？え、わからない。いや、取らなくていいんじゃない？これ向こうの人なんだね。え？なるほど。え？でもちょっとこっち向いてません？こっち向いてない。そうなのかな？これ。あ、でも不要。不要。取るな。シーシー。うん。あ、取るの？あ、シーシー。やばすぎる。わからねえ。いろんな人に助けてもらえるね。すごくない？すごい。その国の店員さんじゃない。見習いたい。そう、店員さんじゃない。すごい。通りすがり。そう。え、もう行っちゃった。本当に通りすがりだ。別に次を待ってたとか言うわけでもない。そう、次待ってるのかと思った。うん、すごいね。こっち何あんの？あ、パインある。あ、え、私パインにします。パインとパッション。ももが…え、待ってえ、私パインにします。パインにする？ももがいいですか？もも…あ、もも果肉も入ってるよ。え、じゃあもういう場所にしよう。パインともも、こっち頑張ってるやん。めっちゃ頑張るやん。え、パイン人気なんちゃう？可能性ありますね、やっぱ。てかさ、多くない？ワンチャンシングルで良かった可能性は。そんな撮る？かわいいよ。すごい。はい、シェイシェイ。シェイシェイ。ということで、買いました。でっかい、結構でかい。でかい。パインとピーチです。じゃあまず試食いただきます。ユニさん、はい、エソとエソパインです。パイン、うん、美味しい。なんかシャーベット。あ、シャーベットなんだ。めちゃめちゃうまい。いただきます。うん、美味しい。うまい。めっちゃうまい。え、超濃いじゃん。濃いね。濃い。え、美味しい。ちょっと待って、取れない。取れないよ。どうしたらいいんだ。こっちか。これ絶対なんかやらかすよね。あ、だけど絶対やらかす。だってももにたどり着けないもん。やばい、大きい。もう量が、うん、え、うまっ。うまい。え、ほんとうまいんだけど。果肉すごいよね。いただきます。うん、
え、嘘。あの、桃ミルク。こういうアイスはある。桃ミルク。なるほど、なるほど。シャーベットを食べた後だから、すごいもったり感じるけど、こういうのは確かにある。美味しい、美味しい。ね。ミルクだよね。ミルクだよね。わー、さっぱり系のミルクって感じね。あるからちゃんとあのそういうとこで買ったから買ったからやばい、だいぶ面白い。やばい、あと10分ぐらいいろいろ待ってなかったらこれですやろう。最終的な目的地の出口を把握すればいいんだよね。そうですね。これあ、これ多分ここでそうだね、三つ星だもんね、多分大丈夫ですね。ここだね、ここら辺曲がったら今はだいぶだいぶ端まで来てます。ちょっと何こう来たってこと？すごい。え、やばない？今ここにいる。え、結構歩いたじゃん。嘘。いやー、まあ、マジ。結構歩いたよ。そんな？私だから8分前に僕結構休めたのでいつでも動ける。いつでも動ける。早く帰ってこいということか。マジでスーパーボールでも何でも買わなきゃいけない気がしてきた。何でも買わなきゃいけない。あ。15とかありますけど。いいじゃん。え、可愛いじゃん。いいじゃん、いいじゃん。歌っちゃう。え、よくない？これ良いですよ。良いよ。白菜いいんじゃない？来た、白菜来た。いや、これじゃないですか。台湾といえばやっぱ白菜。白菜ですよね。でみんなお揃いでいいんじゃないですか。いや、マジでいいと思うよ。白菜にしよっか。これしましょう。じゃあ、白菜4つ。4つで。買えれる。シェシェイ。シェシェイ。一緒に入れといてもらっていい？もちろん。すみません。よし、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 帰れるぞ。ちょっとスピードを上げて帰りましょう。やばい。なんか達成感が、突然の達成感が来ましたね。え、これ左？え、まだだよね。え、こんなステージあった？え、ない。え？あれ？両方にありましたっけ？え？多分ね。違うところだね。やばい、帰れるかな、帰れるかな。あ、でもなんか雰囲気が、あのおしゃれな雰囲気に持ってきた。よし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 、これは我々の勝利が近いぞ。近い、中山地下街。地下街です。あ、なんか雰囲気違うね。なんかちょっとこじんまりした道路が狭くなってる。道路道路道路ちょっとライン何件って来てましたね。あ、本当。めっちゃ来てるよ。いつでも動けるの後から2分前に、桃井は今どこで何してるのから桃井とのやりとりですね。お、伊達さんがミスはいけるかいって感じですね。なるほどね、なるほどね。なるほどね、なるほどね。うん、3分以内に地上に出たい。せめて地上に出た瞬間に今ホテル前って送ろうぜ。これいけるぞ。あと4分ですね。え、余裕じゃん。え、本当に余裕って何？4分でホテルに着きます。余裕ってなんだ。今桃井さんが動けるかどうかちょっと動いてみますで終わってて来た、来てますね。オッケーオッケー。その返事が来たら2人どこいんの？そうだね、ですね、そうだね。あ、もうホテルの前だよって言えれば大丈夫ですね。そうですね、いいですね、いいですね。ホテルの前で締め込め取って終わりましょう。終わりましょう。うん、白菜どうする？入れた状態で入れた状態にしましょう。あ、入れていきましょう。入れていこうか。
ここ出てみましょう。もしかしたら目の前かもしれない。こんな長い階段だったっけ。いや初めて階段を登ってるような気がする。ここどこ？ここどこ？こんなガヤガヤしてる街ではなかった。なかった。でもこんな街知らない。ということで、シーナバで歩いた結果、逆側に来ていました。中山駅です、ここは。ねえ、中山駅、繁華街ですね。いや、もう、すごい繁華街ですよ。遠くだね。ねえ。見たことない。えらい繁華街ですよ。びっくりしましたね。なんであそこだって思っちゃったんだろうね。いや、なんでしょうね。こんな端から端まで歩いたっけって。気づくべきでした。そうですね。気づかなければなりませんでした。脱出失敗じゃないですか。失敗ですよ、もう。ああ。ザマーミロですわ。バイルタッチで確実に戻って、はい、確実に2人ともお礼して、美味しいご飯食べに行きましょう。はい。ということで、タクシーの中ですが、はい。あっという間の、はい。2時間弱 ?2 時間弱の、はい、ミサムギの旅でした。旅でした。はい。ありがとうございました。はい、バイバーイ。バイバーイ。いやー、裏切らなかったね、なんかね。なんか、やった感もありますね。時アクション。あー、明日もいい。いや、そう、もう明日もね、結果ね、早くなっちゃったからさ、寝ましょう。そう、寝るんだけどさ、寝ましょう。じゃあ待って、に、なんかテンション高い。これ出して、なんだ、出して何デートしてきたの今だけ。元気だ。うん、これをどうぞ。はい、これ何これ。はい、ね、元気なかったから買ってきた、服なの。そう、服それぞれちゃんとね、色もあってね、そう選んだんだよね。おそろっちだ。そう、あ、全員おそろなの。全員おそろ、そう、すげえ、ちゃんと担当かわいい。そう、みたいな、入っとる。あ、白菜。そう、白菜だよね。かわいい白菜、ご縁のある白菜。ご縁のある白菜。確かに、ご縁もある。確かにご縁あった方がいいでしょ。かわいい、かわいい。元気出た。かわいいやし、すごい、ありがとう。元気出た。もう寝るだけだけど元気出た。いや、中身何入れるかめっちゃ考えたんだよね。何入れようとしたんですか。え、それはちょっと放送見て。え、ありがとう。ありがとうございます。かわいい。かわいいね、かわいいし、飾ろう。下にもこれついて、こういうのに同じの。そうなの。あれ、かわいい。どうした。かわいい。嘘じゃん。嘘じゃん。嘘じゃん。わざわざ再現撮ったところでそんなことがすごくない？受け付けを感じない？嘘でしょ。でもこういうのってさ、なんか身に起こることを可愛く、そうそう、やってくれる、ね、もしかして私この後実は死ぬ予定だった可能性をこれで消してくれた方も、しかしありがとうございます。今から無駄ありのまま受け入れよう。ありのまま。そんなことある？嘘？マジで？なかなかないよね。ない。全然再現ページなくなっちまった。もう繋がったんだよ。
回行ってやろう。そうですね。うん、うん、よし、じゃあ生きてます。寝よ。おやすみなさい。おやすみなさい。そんなことある。やべー、持ってんな。持ってんね。どういうことだよ。現実に帰ろうか。帰りましょう。はい。バイバーイ。あ、まだありますね。そんなことある。持ってんな。